私は昭和60年から63年頃まで山形郡千代田町現北広島町に勤務していました。その時にちょうど神楽が盛んな千代田でして、面師との出会いがありまして、面師の自宅に遊びに行くようになり、お手伝いも若干させていただく中で、自分も面を作るようになりました。面師と知り合って半年後ぐらいに、転勤ということになりましたので、その大きな面師の作った大きな面を自分の手のひらサイズで作ってみたいということで、半年ぐらい、面作りに没頭して、現在に至ったということです。山形郡の千代田町を転居した後、いくつかの職場を転々とし、平成23年の3月に定年退職いたしました。定年退職後は郷里の因島に戻ってまいりまして、何か仕事と思っておりましたが、なかなか仕事もありませんでしたが、昭和62年頃学んだ神楽の面作り、これをちょっともう一度やってみようかなという気持ちになりまして、平成23年の9月頃から創作活動といいますかを始めるようになりました。ただ、当初は20数年のブランクありまして、筆の方も思うように走りませんでしたが、それでも一生懸命、いくつかの面を作っていくうち、思うように筆もやや思うように走り始めました。その頃ある人との出会いがありまして、いくつかの個展を開かせていただくことになりまして、その個展を見ていただいた方からも、注文をいただくようなことになりまして、その後、本格的に面作りを始めようということで、神楽面工房、民芸の神楽面工房岡というものを立ち上げるようになりました。現在は尾道市の一宮神社の別茶祭りのお面を中心に制作活動を続けております。その他今後はお客様からご要望があったお面を作るとともに、別茶面にも力を注いで、いろんな面作りに挑戦していきたいというふうに思っております。